シャンプーするときにポイントなんですけど、上からシャンプーするじゃないですか、こうやって。ポイントはもう下から洗うこと。そうすると毛がこう上に逆立っていって、上までしっかり洗えると。こんにちは。松川です。皆さんが知らないシャンプーの仕方をお風呂場で実演していこうと思います。じゃあよろしくお願いします。え、今うなずいた？ちょっと、今日はよろしくお願いします。では早速、実演していきたいと思います。最初にブラッシングしていきます。ブラシは美容室にあるようなブラシでもいいですし、100均で売ってるようなブラシでも大丈夫です。こんなようなブラシであれば大丈夫です。まずはですね、髪の毛、綺麗にブラッシングしていきます。ブラッシングするとですね、地肌の皮脂とかちょっと浮き上がったりとかするので、綺麗に、はい、何ですか、マッキーさん。それって、分けてブラッシングしなきゃいけないんですか？分けてブラッシングした方のが、まんべんなく汚れが取れるんで、やってください。丁寧に、やってくれた方のが嬉しいですけどね、美容師としては。はい、で、まず、予洗いですね。予洗いしていくんですけど、最初はお湯で、しっかり洗います。なんでするかっていうと、汚れ最初に軽く落としとかないと、皮脂とか、ゴミがちょっと溜まっていっちゃったりするんで、これ溜まると痒みの原因になるので、すごい多いし、なんか、フケが出ちゃうとか、増える時期めちゃくちゃ多いんです。なので、しっかり、事前に汚れを落としとくことがすごい大切ですね。じゃあ、ちょっと、落としますか。では実際にシャンプーしていきます。スープッシュくらい、1、2、このくらいですかね。はい、どんな長さですか？どんな長さでもいきます。ちょっと濡れてる状態で最初泡立てて、泡立たなかったら半プッシュずつ足していくようなイメージで、シャンプー剤っていっぱい入れすぎても泡立たないし、なくても泡立たないっていう、なんか不思議な状態なので、髪の毛濡らしてシャンプー剤つけて、そういうの泡立たなかったら水もう一回ちょっとつけて、シャンプーもう一回半プッシュくらい、0.5 プッシュくらいつけると泡立つ。泡立たせるのがポイントで、泡立たないとシャンプー中ってキューティクル開いてるんで、泡立ってない状態でシャンプーするのって摩擦が起きてダメージしてる状態になっちゃう。だから絶対に泡立たないとダメ。どうやって泡立てるんですか？泡立たせるポイント、髪の毛から水がこう滴るかなくらいまでの水分量が欲しい。髪に？うん。そのくらいはないと泡立たない。この状態も全然泡立ってないんで、この場合は水足します。多分さ、普通の人はさ、地肌をさ、まずこうゴシゴシやるじゃん、最初から。うん、美容室行くとさ、まずさ、こう毛でさ、泡立ててからそれを使って洗ってるじゃん。ここがさ、違うよね、と思うけど。確かに毛で泡立ててる。地肌もゴシゴシじゃなくて、うん、毛で泡立てたのを使って洗うみたいな。そう結構泡立ってきたよね。うん、でもこれでもまだ、ね、全然泡立ってない。おー、こんな泡立たないよ自分でやって。水と空気とシャンプー剤の量が適切に泡立つポイントがあるから、そう、毛で泡立てるイメージ。地肌ゴシゴシさせない。こうやってんの、私は最初からこうやってんのじゃなくて、こうってこと。そう泡立ててから髪の毛がとにかく摩擦させないことがポイント。シャンプーするときにポイントなんですけど、上からシャンプーするじゃないですか、こうやって、うん、上からシャンプーする、うん、上からシャンプーするとさ、最終的に下に降りていくときに髪の毛って下に流れてくる、うん、そうするとここら辺って分厚くなって洗えなくないですか？下から洗う、自分で洗うときは。へえ、もみあげとかから、うん、上に向かって、ポイントはもう下から洗うこと。そうすると毛がこう上に逆立っていって、上までしっかり洗えると。ポイントはもう下から洗うこと。そうすると毛がこう上に逆立っていって、上までしっかり洗えると。で、反対側も、もみあげも、泡をつけて、上に向かって洗うと。自分で洗うときはね。泡つけるのか。よくさ、こうやって髪の毛こうやってこすったりロングだとする人いるかもしれないけど、これもうめちゃくちゃ摩擦起こしてるから絶対にこんな洗い方しないんです。これはしないように。毛先は？基本的に地肌の汚れを取るというイメージで、で、シャンプーに含まれてるラウレス硫酸 NA っていうのとかって気泡性があって、しっかり泡立って汚れ取れるから、その時点で。洗浄力も強いから。じゃあ毛に当たってるだけで取れる。もう取れる。で、まあ、しっかり洗って。で、ポイントなのが、手で洗って、こうやってゴシゴシ洗って、全部きれいに洗ってれば、地肌ってめちゃめちゃ環境、すごいいい状態なんだけど、洗えてるのか洗えてないのかって、わかる一つの指標として、ここの地肌の、ここと、ここと、特に、ここが赤いと、このここが地肌が赤いと、洗い残しがあるっていう状態なんだね、ここが。いや、見えなくない？
見えないな誰かに見てもらおう誰かに見てもらおう。でもここが赤くなってるって人はシャンプー剤のすすぎ残しとかあるから気をつけて、ここ洗います。でこれ無理だったらもう絶対これ使った方がいい。これめちゃくちゃいいんで、皆さんも持ってるかもしれないですけど、シャンプーブラシ使うとこれがもうとにかく一番綺麗に引けますね。気持ちいいしね。どうこれ、うん、気持ちいい、楽。これ楽だよね、うん、ネイルしてる人とかね、地肌がこ うまく洗えないって人もこれがいいね。使い方を説明すると、おでこから後ろに向かってこうやってオールバックにするだけでも全然大丈夫、綺麗に洗えるんで。これもここ襟足から上に向かってこうやってなぞるだけでかなりこれも泡立つんで、なんか泡立てるのが苦手な人もこれ使った方がいいと思います。あとはこれこうやって後ろに撫でるだけの使い方以外にも、こうやってぐるぐる回す使い方があって、ぐるぐるっと使うのもすごく OK で、しっかりシャンプーしたらこれでもう流しちゃって OK。 じゃあ洗いますか。こっち向ける。次コンディショナー使いますね。もうこれも何でもいいんですけど、コンディショナーもつけすぎに注意。このくらい、ワンプッシュいかないくらい、半プッシュくらいです。これを根元には絶対につけない。根元つけるとそのまま詰まっちゃうんで、毛先、地肌とかにつけちゃうとまたかゆみの原因とかになっちゃうから、しかも根元ってダメージしてないし絶対につける必要ないから、つけない方がいいよ。そんな感じですね。ショートだとさ、どうしてもさ、地肌にコンディショナーついちゃうんだけど、なんで地肌についちゃうかというと、この手のひらにつけた時にここにいっぱいついてるとするじゃん、コンディショナーで、そのままベタってつけるでしょ、うん、じゃなくて指先につけて、これを指先につけて、指先で揉み込めばいいだけだから、溶かせばいいんだ。指先で毛先につける、うん、OK、うん、そんな感じで試してみてください。この動画が良かったと思ってくれる人はグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。このチャンネルではカットの動画とか皆さんのためになるようなものを作っていっていますので、よかったらこの動画も見てみてください。バイバイ。